マラネッロは、イタリア共和国エミリアロマーニャ州モデナ県にある、人口約1万7千人の基礎自治体。マラネロとも表記される。イタリアを代表する自動車メーカーの一つ、フェラーリの本拠地として知られる。フェラーリの社名、575M マラネッロはこの町の、にちなむ、モデナ県中部の町である。県とモデナから、南南西1 4トル シュートボローニャから西へ 38km、ミラノから南東へ 169km の距離にある。隣接するコムーネは以下の通り、フェラーリの工場正門大都市ミラノから南東に約 150km、モデナ県の県とモデナからバスで30分ほどの距離にある。のどかな田園風景が広がる田舎町だが、高級スポーツカーメーカーのフェラーリの本拠地があることで、 世界的に知られる。単に、マラネッロといえば、フェラーリ本社を指すことも多く、街の名前は、フェラーリの社名、575M マラネッロにも、使われている。フェラーリが、F1 で優勝するたびに、マラネッロの教会では祝福の鐘が鳴らされる。本社敷地内の見学は、原則不可だが、正規販売店にて、フェラーリ社を購入した者は、そのディーラー。 もしくは、フェラーリコンシェルジュを通じて、見学を申し込むことができる。同時に申し出ておけば、オーナーではない同伴者も見学できる。F1 マシンやエンジンの開発を行う、モータースポーツ部門の施設は、本社工場とは別区画にある。これに隣接して、ロードカー及びレーシングカーのテストを行う車友コース、ピスタディフィオラーノがある。2009年以降は、 テスト制限により最新 F1 マシンの走行は見られなくなったが、顧客に売られた中古 F1 マシンの走行会が行われている。地元住民や熱心なフェラーリファンがフェンスに張り付いている様子は、この街ならではの風景と言える。街中の通りには創業者、エンツォ・フェラーリをはじめ、タツヨ・ヌボラーリ、アルベルト・アスカーリ、アルフレード・ディーノ・フェラーリ、ロレンツォ・バンディーに、 ジルビルヌーブといったフェラーリゆかりの人物の名が付けられている。街の各所には本社モーデに訪れた一般観光客が立ち寄るスポットが点在する。工場の正門を隔てた道路向こう側にはオフィシャルグッズを扱うフェラーリストアとフェラーリ社内のケータリングにも利用するレストランリストランテカバリーノがある。店の奥にはエンツォフェラーリの特別室があり。 本社へ来訪したゲストをもてなすために利用された。さらに数分歩くと、フェラーリ歴代のスポーツカーや、レーシングカーを展示する、ガレリアフェラーリがある。他には、ミハエル・シューマッハラフェラーリ F1 ドライバーご用達の、リストランテ・モンターナも知られる。マラネッロには、以下の分離集落が存在する。ありがとうございます。